水素化、アルミニウムリチウム。水素化、アルミニウムリチウム。水素化、アルミニウムリチウム。リチウムニウムハイドライドは、素性式ライオルで表される、アルミニウムのヒドリド作体で、無機化合物の一種であり、ケトン、アルデヒド、アミド、エステルなどの還元に用いられる。粉末状の強い還元剤であり、水と激しく反応し水素を発生するため、 使用する際は、ジエチルエーテルなどの脱水溶媒を用いる必要ある。ラ、ラという略称がよく用いられる。ラは、非常に強力な還元剤である。水素化放素ナトリウムも還元剤として知られているが、ラの方が、はるかに強力である。これは、ALH 結合が BH 結合に比べて弱いためである。ラは、エステルやケトン、アルデヒドアルコールへ、アミド、 ニトリル、ニトロ化合物をアミンへと還元する。ジエチルエーテルから再結晶した純粋ならは白色個体であるが、市販品はアルミニウムの混入により灰色をしていることが多い。空気にさらされても白色を保っているものは水蒸気と反応した結果生成した水酸化リチウムと水酸化アルミニウムが表面を覆っていると考えられる。 ラは水素化リチウムと塩化アルミニウムを用いて合成される。この反応は97%重量という高い収率で進行する。反応混合物をエーテルに溶解させた後に固体として残る塩化リチウムをろ過で除去する。固体はリチウムイオンと水素化アルミニウムイオンからなるイオン結晶で単車小形に属する。ある方は 四面体系構造で結晶中の ALH 平均結合距離は1.55である。ラト水素化ナトリウムは THF 中の副分解により水素化アルミニウムナトリウムを生成する終率90.7%重量。同じようにして水素化アルミニウムカリウムも合成できる終率90%重量。水素化アルミニウムナトリウム 水素化、アルミニウムカリウムからは塩化リチウムを用いた逆反応も進行する。溶媒にはジエチルエーテルもしくは THF を用い、周率はそれぞれ93.5%重量、91%重量となる。水素化、アルミニウムマグネシウムは、ラと、中化マグネシウムから合成される。ラは、有機化学において、 非常に強力な還元剤として広く利用されている。反応性が高いため大量のラを扱うには問題があるが、それにもかかわらず、小規模な化学工業にも用いられている。しかし大規模な化学工業上の反応では水素化、ビス、に、メトキシエトキシアルミニウムナトリウムが利用されることが多い。反応には、ジエチルエーテルがよく、用いられ、反応後に推薦されることが多いが、 これは還元反応後に生成する無機複製生物を除去するためである。ラについて広く知られている反応はエステルやカルボン酸を一級アルコールへと還元する反応である。ラが開発される以前の反応は金属ナトリウムをエタノール中に加え加熱するという非に厳しい条件での反応であったブーボー、ブラン反応。ラでアルデヒドや ケトンもアルコールへと還元することができるが、より穏やかな主役である水素化放送ナトリウム等が、用いられことも多い。アルファ、ベータ不法はケトンは、アリルアルコールへと還元される。エポキシドを還元する際には、ラが立体障害が少ない方のエポキシドマッタンを攻撃するため、通常に級もしくは3級アルコールが生成する。アミドやオキシム、ニトリル、ニトロ化合物。 アルキルアジドを還元するとアミンが得られる。またすることができる。だは、単純なアルケンやベンゼン感を還元することはできないが、近傍に酸素間の大きいを有するアルキンをアルケンに還元できる。アルホが分解すると同時に有機効果もしくはメソメリー効果により低い、電子密度を持っている有機化合物の活性中心をヒドリドヨンが攻撃する。だは、 水と激しく反応し、時には空気中の水蒸気とも反応する。このため反応にはよく脱水した溶媒を用いる必要がある。純粋なものは発火性を持ち、特に静電気などの影響で着火して、溶媒のジエチルエーテルに引火する事故が多い。また発火した場合は、水や二酸化炭素消火器ではなく、粉末式の消火器を用いて消火する。 またトリフルオロアセチル元を持った化合物をラで還元しようとすると爆発性の作体を形成し、スケールによっては激しい爆発を起こすことがある。日本では消防法で定める第三類危険物、金属の水素化物に該当する。室温ではラは純安定である。長期間保存しておくと徐々に八面体系六杯の ヘキサヒドリードアルミン酸イオンを含むライオルとリーに分解する。この分解はチタン、鉄、バナジウムなどの触媒存在下で加速する。ラの加熱分解には3つの反応機構が関係している。1の反応はラを150、170に加熱誘拐すると即座に固体のライオルが生成するというものである。200、250でライオルはリーへと分解し、 400以上になると続いて、ライルとなる。ライオルは、純安定物質であるため、1は事実上不可逆反応である。2の可逆性については未だ結論が出ていない。3については500、0.25バーの条件下で、平行となる。1と2については、触媒が存在すれば、室温でも反応が進行する。ラは、様々なエーテル系溶媒に可うである。 触媒となり得る、不純物の存在下では、自発的に分解してしまうが、THF 中では、その安定性が増していると考えられている。このため THF は、ジエチルエーテルよりも、溶解度が低いにもかかわらず好んで用いられる。注意、ラヨールを用いる、反応の溶媒に水を用いてはならない。水トラは激しく反応してしまう。 らは前述のように高い反応性を持つので、反応終了後の処理の際には慎重に分解を行う必要がある。また処理の仕方によってはアルミニウムを含む不要性の沈殿が大量に生成し、ここに目的物が吸着されると収率を低下させる要因になる。これを防ぐためいくつかの処方が知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。